成分サタデースペシャルゴッドアフタヌーン。アッコのいい加減に旋回。皆さんこんにちは、ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは、日本放送柿原忠です。毎日寒い日が続いてますね。そうですね、今日も最高気温は10度に届かないという東京地方です。寒いしか言いようがないね。ないですね。今年振り返ってみると、今年最後の放送ですけど、寒いと暑いしか言ってない。ちゃんとそうですね。ね、ああ、すっごい暑いか、暑い時の方が長くない。今年の夏きつかったですね。まあ、これから寒くなって1月2月も寒いんでしょうけど、なんか夏はすごかったですよね。でふっと気がつくと急に寒くなって、今日なんか秋短くてね、急に冬来たって感じしない。はい、あの日本には秋がなくなったっておっしゃってましたけど、そう、やっぱりね、もう暑いか寒いしかなくなるっていうのは、歌にとっては良くないことだなっておっしゃってましたよ。マクさんは急にどうしたの。ごめんなさ い, いや、なんかやっぱりもうすでに紅白歌合戦のモードに勝手に一ファンとしては入ってるのかもしれませんね。なんで君が入るの。いや、楽しみだからですよ。なんで君がって。まあ、和子さんね、明日からもう、そうなんですよ、明日からもう顔見せと歌合せで結構大変なんですよ。曲順も決まりましたしね。そうですね、はい。まあ、アッコさん31番目で、はい、白組の TOKIO に続いての登場で、はい、アッコさんは今年発売された45周年記念シングルの今でもあなたを歌われると。はい、まあでも ある意味新曲、今でもあなたって新曲ですから、新曲歌えるってのめったないんで、これは嬉しいですね。はい、でなんか私のそのコーナーっていうか、だいたい私の前後ポップス系、私の前が西野かなとかだから、で終わった後になんかあまちゃんコーナーみたいなあって、ドリカムとかね、でなんかこうポップス系が集まってますね。結構やっぱりこうブロックごとになんとなくこう見えてきますね。いつもなんか最後の方 の, 後ろから2番目とか3番目が多かったんですけど、結構だから今回は新鮮です。自分の中で、どんな感じになるのか、自分の中でも分かんない感じですね。いやでもね、今でもあなたっていうことで、あ、お客様と一緒に楽しめるなっていうのはなんか初めてな、初めて、まあ笑っているし、初めて紅白出させていただいた時もお客様に手拍子とかいただいたけど、今度もフラッと来るんじゃないかなと思うんですよ。その前に歌謡コンサート出た時にやっぱりすごく皆さん手をこう振ったり、自然にね。そうなんです、全体が盛り上がってましたよね。はいはい、ね、だから紅白のお客様っていうのは会場にいらしてる方約3000何百人入るんですけど、はい、やっぱり老若男女いらっしゃいますから、一緒に楽しんでいただければいい。ある意味それはね、普通の時よりも緊張度が今、もう昔だったら明日から歌合わせで顔見せ、明日司会者の方とか会うんですよ。だから白組は嵐 で赤組は綾瀬が、でもうスタッフ後ろに作家さんとか担当者がいて、こういうテーブル2つ目で次とかって、もう会社の面談みたいに、そうそうそう、面接入社試験みたいな感じですね。そうそうそう、それでみんなよろしくお願いしますっていうのがあって、おっ頼むよみたいな。それ綾瀬さんの方が緊張してると思いますよ今。いやいや、それで退屈だと男の方の席に並んでて、ずっと嵐と喋れたりで、前後あんま話さない人が座ってたりするとね、時間差でもうずっと男のとこで、去年なんか嵐のお客さんも隣行った方が後ろに人がお待ちですとか、おおおごめんごめん、足困ってたんじゃないですか。わかんないけど、だから、普通はドキドキモードなんですけど、今回ちょっと楽観、一緒に楽しめるからっていう。でも本当に今年の45周年コンサートあったじゃないですか、はいはいはい、中での、はい、今でもあなたの盛り上がりの雰囲気を、そうなんです、そのままぜひ持ってってもらいたい。そうなんです、なんていうか曲自体は短くなりますけれども、全部は歌えないです、4分ちょっとあります。
緒にお客様が盛り上がってくれるとこんな嬉しいことないかなって。ですね、はい、ぜひあの雰囲気、会場全体の雰囲気がね、はい、テレビから伝わってくるといいですね。なるといいんですけどね、まだ全然読めないんですけど、まあでも3日間拘束する番組、一つの番組が3日間拘束ってのは紅白くらいですよね。明日から3日間ですもんね。すごいですよ。そうだから音合わせ明日やって、はい、その面倒しったら変だけど顔合わせやって、それであのラジオとかのコメント受けて、それで、どことどこ例えば応援があるならね、はい、ここに出てくださいとか台本いただいて、楽しみ、うん、で明後日。さてなんか大変よ、音合わせが、10時か10時半だからさ、はい、あ早いんですね。早いんですよ、コーナーによって。そうなんですね。そうなんですよ。そうすると私って起きて、普通でも腰が痛いから普通でも2時間半前に起きるんですよ、テレビの普通のバラエティの番組で。歌う日じゃない日も、はい、歌がある日は最低4時間か4時間半なの、うん、で発声してなの。10時に音合わせってことは9時半にもう空いてるからね、あの渋谷までは大体30分で大丈夫。9時半にうちに出るね、4時間前、4時間半前じゃない、4時間前って5時だよ私、まあ、5時ですね。もうね、音合わせ5時から起きてやるからというねそうすると5時に起きてお風呂入ってジャンプしてさあ行くぞって7時ぐらいから発声するのよ。 あの日今でも枯れるやろ朝だけ。年に2回ぐらいだけエステ行くんですよ私、高野ゆりさんとも。年に2回だけ、2回だけ。なんか紅白の前綺麗にしてほしいと思ってるからで高野ゆりさんとか行くといつも綺麗にしてくれるの、気持ちいいな、ああいう、はいはい、なんていうの、あの全部こうマッサージ普段やんないから、はい、でももう自分の頭の中はその音合わせとあとお雑煮のセットをしなきゃいけないので。お雑煮ってのは全く紅白に関係のない、関係ないけど、これはね、まこさんのプライベートの、紅白より続いてる私のプライベート行事にもう29日から仕込んで、もう人参をこのクッキーの形だけど梅の形に切ってどんこ戻して、この切り替えをどこでするかね今はもうバッグの中から何か何を準備するかっていう、あのお雑煮の具材の一覧が出てきましたね。そうそうそう、違うの、今日買おうかどうしようかさ、なんかえとてもあの大晦日のHK ホールのステージに立たれる方とは思えない人参3パック括弧9本くらい、そうそう三つ葉3束鶏もも肉20人から30人分みたいな。これお雑煮だからね。あそうなんですよ、これすごいっすね。でも切らなあかんの、かまぼこも切らなあかんしね、紅白で松前漬けも戻さなあかんし、これ同時進行で進んでるわけですね。紅白の準備の歌手モードのテンション上げていくのと、うん、お雑煮の準備をする主婦の自分と。これがね、歌は全くいつも違うから、歌やりますって言った時はもう包丁も何もまないとも全部関係ないんですよ、はい、歌手ですっていうのでいくから、でもこの切り替えがさあここから切り替えるぞって自分の中のそれがちょっと難しいんですよ。どこで切り替えるか、だからそれはマネージャーたちがいてもわからないと思いますよ。ある時点で自分の中でわかるんですね。自分の中でよしと思うと、もう一切余計な電話もやめてねって言って、で自分のリビングで、カラオケを聴きながら自分で声出してみて、でピアノでピアニカでこの単音でピッチを確かめて、はいはい、でも歌なんて3回歌ってちょっと休んでとかってやって、だいたい歌の場合は1曲だと30分が限度なんですよ、集中するのは、はいはい、そうすると1回20分ぐらい休憩する。でその時昔だったらタバコ吸ってたんだけど、今はテレビつけるとダメなんですよ。そういう風に集中、そっちへ神経いっちゃうから、ね、ただひたすらポーッとする。それでもう一回やってみて、よしこれはいけると。で今日はあと、例えば明日のことよ、今日はあと1回やればいいなって、でまあ NHK の雰囲気
しなきゃダメだった。そこは2時間ぐらいかかるから、やっぱ仕込みがね。なるほど。そうなんだ。うち、あの IHS、 あのなんだっけ、ガスじゃないから、ほうほうほう、結構このお鍋が大変なのよ、沸くのに、沸くのに40分ぐらい、はいはい、どうすんのに、それをまた冷ますの、冷まさないと、冷ます、冷まさないでそのままなんかぬるい状態だったらね、カビが生えたんですよ。あ、そうですか。変にヒーターかけたりするでしょ、家の中、はいはいはい、その割にはなかなか冷めない鍋だから、あ、寸胴じゃなくてね。なるほど。微妙な歌手とさ、あの和田食堂と一緒になってるから、もう完全に二重人格ですね。そんなことはないけど、同じ人もいるわけじゃないですよ。マネージャーが、いや、もう今年はじゃあ踊りだけでいいか。ありました。そう、やっぱりだからみんな考えることは一緒なんだ。